えー、皆さんこんにちはユ、えーチューバーのをぐをお,おぐおです、えー、ご無沙汰しております、えー、今日はですねうんと先週の火曜日2月2日の撮影のですね、えー、画像整理と納品が先ほどようやく終わりましたので、えー、それ についてですね、えー、ちょっと緊急でお話をさせていただきたいなと、えー、心の底から思いましたのでカメラアプリを立ち上げました、えー、一つ一番痛い一つ目がですねニコンの241202420、まあの F4G は紙レンズであると、えー、もう一つはですね、えー、豆まきはスポーツだ、えー、もしくは節分はスポーツだ この2点ですね。まあもしかしたら少し話が広がっちゃうかもしれないですけど、ちょっとテキストにまとめたものをですね、ざっと、えー、進めて、読み進めていきたいと思ってます。で、うん、とこの間、まあ最近よく考えてる。 来ることなんですけどあのストロボをね普通大抵あの天井バウンスとかで室内の場合はね、えー、撮ることが今まで多かったんですけどなんか最近はちょっとずつあの変わってきて、えー、幼稚園のですねまあ、幼稚園保育園の室内の撮影は、まあ、よほどね部屋が暗くなければノンストロポで行きたいなっていう気持ちが今すごくどういうわけか強いです。まあ、特にね赤ちゃんですね、まあ、0歳とか1歳さんね、えー、ただでさえですねまあ 成人男性が怖いわけですよね。ねお母さんとかまあ女性にはねあの、こう、笑顔で馴染んでくれるんですけど、やっぱ大人の男っていうのは赤ちゃんからしたらとてもこう大きくてね、えー、怖いとあの、見慣れないというかね。えー、なので、まさ、あ、らにね、そこに無駄にスト,ロボで、えー、ストロボで怖がらせる必要はないかなと。えー、ストロボを炊かない方がね、えー、赤ちゃんあの、泣いちゃったらもう撮影ね、ねそれ以上、ちょっと続けるの厳しい状況なので、 あのね、一回泣いちゃうともうそれがまあ癖になっちゃうというかねあこいつは怖いっていう風うにもう心の底から思っちゃうと、えー、いい写真撮れなくなっちゃうので、まあ、ストロボなしで、ね、少しでもこうハードルを下げるというかね、えー、いうことを、えー、最近よく思いますただねもちろんそれはカメラによるわけですよ、ねえーまあ、自分のカメラの常用最高位 o 感度を知るべきっていう風に、えー、書いたんですけど ね、やっぱりあの僕が使ってるのはフルサイズのニコンの D4S とか810なので、まあ、D4S なんかはね、まあ、室内スポーツあのバスケとかバレーボールとか、えー、は、まあ、変な話25,600まで上げちゃうこともあるんですけど、まあ、幼稚園保育園の撮影でねそこまで上げることはもちろんないんですけど、まあ、それなりにね蛍光灯で。 あの部屋の中が明るく照らされているとまあえっ、ー、と3200とか4000ぐらいまではねえー、上げることも結構あります。うん、でまあもちろんそのプリントサイズ最終的なプリントサイズにもよるんですけど僕らの仕事っていうのはえっ、ー、とまあ基本サービス版メインなのでねえー、あんまりそのノイズがね目立たないっていうのもあってまあ32004000まあ5000ぐらいまではえあ、ー、げちゃいますかねあの時と場合にもちろんよりますよ。 あの無駄にあげる必要はないのであの、必要に応じてということなんですけど。で、えっ、ー、と、まあ豆まきの撮影、で、さっき豆まきはスポーツだ、節分はスポーツだって申し上げた通りなのですが、うんと、なんだ、いつもね、ストロボ、まぁ、あ、D4S のストロボの、えーとまあ、X 接点っていうんですかね、えっ、ー、と最、最高のシャッタースピードは250分の1なわけですよ。で、まあえっ、ー、と、ストロボの光でね、 えっと、写真を撮る場合は、ストロボの光で、まあ、被写体をまあ固定させる。ストロボの光ってね、もう1万分の1秒とか発光の、あの、何ですかね、その時間らしいので、それで止まるっていうのもあるんですけど、うんとまあ、250分の1までしかシャッタースピード、カメラの方がね、上げられないっていうのもあって、まあ、250分の1で <laughs> 1> 室内の写真を撮るのが、もう、それがもう当たり前になってるんですけれども、ストロボ高炊かないのであれば、 別に250分の1にね、限った必要はないわけで、それが320分の1とか400分の1とか500分の1とか、まあこの辺も絞りとね、えっ、ー、と、イソ感度との兼ね合いになるんですけれども、まあ400分の1ぐらいまで上げてもいいのかなと、えー、思います。ね、まあ250分の1だと、まあ止まってる時はもちろん止まるんですけど、えっ、ー、と、子供がね、こう泣きながら鬼から逃げてるなんていう時は、もう漏れなくぶれるわけですよ。 顔がもうブレブレでちょっと撮影あの撮影じゃねえや納品するのにねどうしても消さなきゃいけない納品することはできないっていう写真を量産してしまうのも辛いので、まあ、400分の1ぐらいにすると若干止まるかなっていう感じ、うん、ただまあ250分の1がねうまく決まるとこうブレてる感じがねこう臨場感というかこの。 ににね追われてていいいる子ののの頃切迫感とうのが上手に表現できていいのかなとまあその辺はさじ加減なので250分の1320分の1400分の 1, 400分の1いろいろ試してみてねえまあ、500分の1とかだと完全に止まっちゃうと思うんでその辺のまあ、自分の好みにもよるのかなっていうふうに思ってますまあ大次回は320分の1とか400分の1とかまあ1年後の節分の時にねそれが頭に残ってればの話ですけどねまあそれはいいとして。 で、えっ、ー、と、ノンストロボで撮ると、まあ、あの、アベイラブルライトっていうんですかね、基本的には蛍光灯の光とか、まあ、あとは外から入ってくる光、えー、なので、うんと、基本的には蛍光灯の光って上からじゃないですか。で、外から入ってくる光はも、もちろん角度によってね、どっちから来るか分かんないですけど、ストロボの光を、えー、ストロボの光で撮るとここにこう、 上に、ね、ペロッとこうあのベロみたいなやつ、まあ、あのディフューザーっていうんですかね、ちっちゃいあのプラスチックの板を出すことによって、えー、被写体の目に間違いなく、えー、とキャッチライトが入るわけですよね、こう四角いね、かっちりね。そうするとこう目がキラキラ輝いて、あのー、とってもね、写真としての出来栄えが良くなる。えー、さらにその,、ね、あのディフューザーの光が少しこうお顔を照らすっていうことで、お顔がさらに、ね、明るくなるっていう。あのー ももあるんですけれども、まあ、ストロボ高かないとねどうしてもちょっとこううんまあべたっとした光というかちょっとこう眠い感じになっちゃうのかなっていうことも思わないでもないんですけれどもなので、うん、とあの最近よくアマゾンとかで売ってると思うんですけどあのちっちゃいねあの電池でだ、えー、と炭酸乾電池2本ぐらいで動く LED のライトがありますよね、あのカメラの上のホットシューにつける、ね。ストロボーをまあ外して、代わりにね、あのホットシューにちっちゃいね、このぐらいの,あの、えー、と LED の、ね、ライトをつけると、まあ、キャッチライトが入っていいかなっていうことは、ちょっと、えー、思って、次回から試してみようかなっていうふうにも、今思ってるところです。 で、えっ、ー、と、そうですね。で、まあ、基本的には、うんと、なんで、あの、ストロボをね、あの、ストロボが必須っていうふうに、えっ、ー、と、スクールのね、特に保育園、幼稚園の撮影で、ストロボが必須っていうふうに言われてるかっていうと、まあ、少し考えればわかることなんですけど、えっ、ー、と、まあ、特に屋外ですよね。屋内は、まあ、あの、 ねいろいろやり方はあると思う特に屋外天気がいい日ですね。晴れドビー感の日とか顔がねこうあのそのそですかね太陽光線の角度によってまあ、その太陽の位置によってね顔がこう真っ暗に落ちちゃうことって結構よくあるんですよね。そうするとやっぱりこうあの小売りするね、えー、商品としてはなかなかこう売り物としては厳しいと売り物にならなくなるっていうことが、えー、あるんですよね。えー、で僕らが撮ってるいのは、うん すいませんあの芸術作品ではなくて、えー、お客様に買っていただくあくまでも商品なのでねでお客様っていうのは被写体として写っている、えー、子供ではなくて、えー、まあ、親御さん特に現実的にはお母さんがね、えー、まあ、写真をねこう選んでクリックして買ってくれてるっていうことが多いようなのでねやっぱお母さんに少しでも気に入っていただける、えー、写真ねあのー、まああのー。 ほとんどの母親っていうかお母さんは、うちの子はね、世界で一番可愛いわっていうふうに思っていると、思ってらっしゃると思うんですけども、ね、えー、それにも増してというか、ね、写真を見ていただいて、あの、自分のね、あの、見たことのない幼稚園、保育園での我が子のね、えーえー、可愛らしい姿。なかなかこう自分でね、写真、えー、撮る写真で抑えるのは難しい一瞬の表情とかね、そういうのを、よいしょあ、すいません。そういうのを、 えー、なのでお母さんに気に入っていただける写真自分ちの子がなんて可愛いんでしょうと、えー、改めて思っていただける写真を、まあ、1枚でも多く、ね、お届けできるように心がけております、えー、そう、えーまあ、2420の F4、えー、フルサイズ用の、えー、ニコンの5倍ズームですね、えー、前にも別の動画で紹介したんですけれども、えーまあ、2470の F2.8、まあ、僕が持っているのは VR なしの初期型なんですが えー、あとですね28300の3.5から5.6と比較すると、えー、ズーム比が5倍で、えー、今の時代に合っている気がします。えー、しかも開放 F 値は、えー、F4 投資なので、まあ、とっても使い勝手がいいと。ね で、えー、まあ、F4 解放だとね、実際に使ってると F4 解放だと若干シャープネスが落ちるかなで逆光とかだとね、フレアが目立つ気もするんですけどもまあ F4.5 とかね、少し絞ると、まあ、だいぶ改善されるかなっていう気がします。まあ単なるね、えー、素人の現場での感想にすぎないんですけどね。えー、もちろんう 高額性能だけで言ったらね、2 4 7十、2470の2.8、まあ VR なしの方が、まあ、ずっと上級なんでしょうけれども、まあ3倍に満たないズーム比っていうのは、まあ2420の F4 をね、使い、えー、慣れた自分からすると、やや、いや、えー、だいぶ物足りないなぁと。えー、もう1 2 0ミリの価格が体に染み付いているので、えー もちろんね、えー、クロップすれば 70mm の1.5倍なので、105mm 相当までいけるわけですけれども、まあ、それは2420でもね、同じことが、えー、言えるわけですよ。えーね、2420だと 120×1.5 なので、180mm 相当、まあ、200mm 近くまでね、えー、いけるっていう、かなりあのいいですよね。 でまあ、28300の3.5から5.6も、まあ、悪くはないんですけれども、まあ、室内で使うにはね、300ミリはちょっと長いかなとね、まあその分、あの、えー、重いし、えー、長いね、ね前も言いましたけど、ズームね、ねズームの行ったり来たりが、えー、きついっていうのもあって、すいません、ちょこちょこラインが入ってですね、すいません。<laughs> <laughs> まあちょっといろいろ地元で揉め事がありましてですね、まあ、そんなことはどうでもいいんですけどでそう28300は、えっと、やっぱね室内だとねでかくて重いんですよもう万能ズームで、まあ、10倍を超える、ね、ズーム費大、まあ、は賞を兼ねるなんていうこともよく言うんですけどでもね何て言うんですかねやっぱ万能何でも撮れるレンズっていうのはやっぱ世の中にないわけで ニュアンス120だと撮れるけど28300だと撮れないっていう写真がですね間違いなくあるわけですよそれはその数字上のねスペック云々ではなくて実際使ってみてうんあのー やっぱね、えっと、10倍を超えるズーム比なので、まあ、あの、ニコにメンテナンス出して、まあも、もちろんメンテナンス出した直後っていうのは、あの、ズームもね、すごく、あの、スッキリというか、あの、ストレスなく回るんですけど、まあ、その、回る、回す角度っていうんですか、まあ、距離っていうか、とか、まあ、あと、その、モチベーションとか、メンタリティっていうかね、その、ユーザーっていうか、使う、使い手側のカメラマンに、また与える印象っていうか、うまく言えないですけど、あの、 やっぱね、2420は、まあ今ね、あの、この手の仕事で単焦点を使うっていうのはものすごく、なんだろうな、もう篠山紀新大先生とかね、1回の撮影で、まあ例えば50万円ぐらいもらえるとか、あの、そういうね、特殊な撮影だったら、もう僕もあの、喜んで、AIS の50ミリニコールのね、1.4とかえ、持っていきますけど、やっぱね、1枚100何十円とかで売る写真を、まあ例えば1000枚とか、1回の撮影で、 えー、まあ、たくさん生み出さなきゃいけないっていうときに、やっぱりね、対象点を使うことは、まあ、事実上不可能なんですよね。まあ、本当に、決めのワンポイントでね、使うのは、もちろんありだと思いますけど、基本的にはやっぱり、2420ですね。まあ、えっ、ー、と、これ、原稿には書いてないんですけど、えー、2420は、僕も、あの、大学卒業してね、毎日新聞に入って、カメラマンスタートさせてから、えっ、ー、と、もう20、20年、30年近く、ほぼ30年。 まますけれどもえっ、ー、と,、まあえー、と最初その頃は2485の、えー、と銀塩用のレンズとかあと3570の F2.8 っていうねこのあの F2.8 投手の、まあ、名レンズですよね名レンズ今もああのヤフオクとかでもう捨て値で売ってますけどほぼ間違いなくカビが生えちゃってるんですよね本当にもったいないなと思います本当にい,いレンズで僕はあの 余談ですけど、まあ、ほとんど僕の動画、余談しかないんですけど、<laughs> 昔、あの、福岡であの、毎日新聞のカメラマンやってた時に、まあ、大相撲が来るわけですね、11月に。僕、多分4回、4、5回、あの、撮影やってるんですけど、どういうわけかね、僕、あの、あの、なんだっけ、なんとかだまり。何だまりっていうのあの、まあ、要するに土俵のすぐ横ですよ。砂だまり、塩だまり。なんだ、わかんない。まあいいや。えっ、ーえー、と、そこで、 砂かぶりか、砂かぶりで撮る、撮らせていただくことが多くて、うん、まあ、あの、上の方からはね、400ミ、mm、リとかで、こう、あの、見下ろすね、角度で、あの超望遠のえ、まあ、当時の単焦点のマニュアルフォーカスのレンズで、 えー、マニュアルフォーカスのレンズっていうか A 風のレンズだったと思うんですけど A で出たての頃だと思うんですけどま A、あ、風に任せてるとねピントをあの外しちゃうので A 風、まあのレンズをマニュアルフォーカスで使って当時は、えー、F4 とかって撮ってたんですけど僕はどういうわけかその砂かぶりに配置されることが多くてでまあ、3570。 で、すすででるんストロボをこの辺に、まあ、もちろんクリップンのそトロボカメラの上につけて違う左だこういう L 型のブラケットで左側につけるんですねなぜかというと新聞の写真って縦位置の写真が多いんですよ縦位置で撮ることが多いのでストロボが上に来るように左側にねつけるんです上だとまああとはこうねあの ワシャクシャになった現場とかだと、上につけてるとボキッと折れるんですよね。本当に折れるんですよ。プラスチックでね、簡単にすごくあの接点が弱いじゃないですか。だから L 型のブラケットでこの辺もグリグリねじ止めして、もう絶対折れない。ね、ストロボ壊れないっていまあそんなことはどうでもいいんですけど、えっ、ー、と、3570から始まって、ニコンのズーム何本使ったかわかんないですけど、まあ、2420はね、最高。うん。 えっと、まあ、もちろんね、使ってるうちに、1年、2年、3年使ってくるうちに、だん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 型が来て、えっ、ー、と、シャープネスが落ちていって、ま、あ2、3年に1回ね、えっ、ー、と、2、3年に1回、えっ、ー、と、メンテナンスにね、以降に出すんですけど、まあ、プロサービス入ってると、5割引きで、あの、見てくれて、今2割引きになっちゃいましたけどね。はははは。まあ、そんなことはどうでもいいんですけど、えっ、ー、と、何の話でしたっけそう、うんと、プロサービスじゃなくて、えっ、ー、と、そう。 ただね、あのー、打たれ強いっていうんですかね、<laughs> 昔その、毎日新聞行った時に使ってた3570とほぼ同時期に使ってた2450っていうね、3.3、4.5だったかな、多分そんなぐらいの明るさだったと思うんですけど、あのー、広角のズームはね、もう使ってるうちにどん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 シャープネスが落ちていって、まあ、ガタが来て、その、工作精度が、あのー、 なんでですすかねあれしていくわけですよその設計の精度がどんどん満たされなくてどん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 下がっていくんですよ。だからねもうねもうねしちょっとや外絞ったらどうにかなるっていうレベルを超えてましたよね。もうほんのちょっと使ってまあぶつけるんですけどねどうしてもこう前が出っ張ってそこにがガンガン物ぶつかったりすると。 ガタがきますよねもうね、もう全然結像しない。あ、まあそんなことはいいや。昔の話してもしょうがないですよね。で、今何分ですかあ、もう18分。やばいやばい。で、えっ、ー、と、そう、3570、違う。28300はい、投げと。ね。まあ、広いホールとかね、発表会とかなら話は別ですけどね。まあ、僕、でも原稿を読むより、こうやってあのあ、アフレコじゃなくて、なんだオフレコじゃなくて、なんて言うんでしたっけ。アドリブか。 アドリブでしゃべってる方がなんか自分らしさが出る気がするんですけどねまあそんなことはどうでもいいんですけど この日はですね、まあ、2月2日、まあ、100、何百年ぶりにね、あの豆まき節分が2月2日になったって、ちょっと話題になってましたけど、まあ、この日は雨がね、朝降ってたので、豆、まあ、まきのイベントは各部屋でね、それぞれね、行われたわけなんですけれども、まあ、途中から雨が上がったので、豆、まあ、まきの後子どもたちは園庭に出て、自由に遊んでたんですね。で、本当はまあ28、300にレンズ交換して、まあ、ガンガン撮ればよかったんでしょうけど、まあ、横着してね、24、120だけで、えー、撮影しました。 もちろんね、というところを撮る場合は、クロップを利用して、えー、撮影したんですね。で普段は、えデイヨン S の JPEGM ノ、えーマル。何百万画素ですかね。まあ、ちょっと調べていただければ。後で調べようと思って黒丸にしてたんですけど、調べるの忘れちゃいました。はっはまあ M ノーマルですね、えー。いくつだっけ3 9 0 0か2 0 0 0いくつ忘れないまあいいや。で、撮影しているんですけども、クロップするとその分ね、クロップってのはこう、真ん中だけ使うってことですね。えっ、ー、と 画角が、えーまあ、1.5倍というか、焦点距離が1.5倍相当になるわけですよ。クロップすると当然ね、画素数も少なくなるので、クロップの時だけ L ノーマルにね、わざわざこう背面で切り替えて使っておりますで。写真屋さんの決めた納品画像の画素数というのが、まあ、決まってるんでねで。画素数が多すぎても少なすぎてもダメなんですよね。うん。あの、まあ、少なすぎるのはダメってよくわかると思うんですけど、多すぎるのもね、結構怒られるんですよ。なんでかっていうと、 まあ多すぎるとほらサーバーをね圧迫するとまあ1枚2枚だったらいいですけどそれが1000枚1万枚10万枚ってなっていくと結構バカにならないねまあそれを何年間かこう保管しとかなきゃいけないっていうねことで考えるとまあいくらハードディスクがあっても足りないっていうことでまあね必要十分な画素数にしろっていうことは結構うるさく言われますうん。 で、えっ、ー、とで、クロップをするたびにね、まあずっと前から思ってるんですけど、クロップをするたびに M サイズと L サイズを切り替えるのがね、本当にめんどくさいんですよ。ね、でクロップの、なのでクロップのオンオフと画像サイズの切り替えが連動してればいいのになって、ずっとずっと前から思ってますし、あちこちでね、書いてるつもりなんですけど、なかなかね、実現しないですよね。まあ2個に届いてないっていうか、あれ、ちょっと待ってくださいね。実現しないですよね。 まあ、多分そういう要望はそれほど多くないのかなっていうふうにも思いますし、まあそういう機能が搭載されたっていうことも聞かないですしね。まあわかんないですあの。最近の新しいねニコンのカメラをあのスペックを追ってるわけではないので、もしかしたら最新型のね、D850 とか D6 あたりで採用されてるかもしれないですけどね、ちょっとあの、えー、っと手元にないのでわかりません。まあそんなところでしょうかね。 え20分、ちょうど20分ですねあ。まだ原稿少し残ってますね。まあ、本当はね、あの写真をお見せしながらお話をすると説得力がね、1億倍に向上する気がするのですが、まあそれをしちゃうとね、あっという間にあの写真屋さん首になってしまうので、えー、すみません。まあこう思い浮かべていただけたらま幸いです。あのー、まあ、えっ、ー、と、まあここだけの話、うん、と豆まきの撮影っていうのは、えっ、ー、と、 一年一回だけなんですよ。子供がですね、被写体の子供、お子様方が泣いてる写真を納品しても OK なのは、まあ、ぶっちゃけ豆まきだけなんですよね。うん。で、えっと、どういうことかって言ったら、普段はね、あの普段のまあ日常の撮影とか、まあ、あの豆まき以外の行事。 まあ、運動会でも遠足でもいいですけど、子供が泣いてる写真を載せちゃうと、やっぱ見た親御さんは不安になりますよね。なんでうちの子泣いてるのかしらと、ね。なんかこう、あの、クラスのいじめっ子にいじめられたのかしらとかね。なかなかこう、てんてんてんみたいなね。あまり言うと怒られちゃうんですけど、まあそういうね、まあ、疑心暗鬼を生んでしまうので、泣いてる写真って基本的に NG なんですよ。ただ、豆まきの写真だけは、まあほとんどの、ほとんどのっていうか、まあほぼすべての、 保育園、幼稚園で豆まきの写真だけは泣いても泣いてる写真も載せていいよと <laughs> まあ当たり前ですよねあのまあこれも面白いですけど見てると本当面白いなと思うんですけどあの鬼が来てもねあの泣く子はギャンギャン泣くし泣かない子はもうキョトーンとしてますよねそのキョトーンとしてるっていうのが鬼が 怖い、怖いものなのか怖くないのか。なぜ泣かねまあ泣くのはね、泣く理由はすごいわか,かりやすいんですけど、泣かない理由って難しいですよね。あ、ちょっとマイクを寄せてなかったです。ちょっと音があの小さかったらごめんなさい。うんと、<laughs> 泣かない理由はそれぞれ、ね、まあ幸せな家庭はみんな似てるけど、不幸せな家庭はみんなそれぞれ、ね、あのー、個性的だって誰か、あの、ロシアの,あの作家が言ってた気がするんですけど、まあそれはいいとして、 うーん、そう。で、えっと、撮影のたびにですね、これも思うんですけど、まあ、今使ってるのは、まあ、D4S で、えっと、2014年の発売うーん、ちょっと自信ないですけど、まあ、発売から多分もうね、7年近く経ってる気がするんですね。違ってたらごめんなさい。で、僕買ったのが、2015年の秋の10月だか11月だか、えー、買った。その前に、ちょっと、ちょっと前に買ったのが、えっと、800か810か。 で、使ってみて、あの、下のグリップつけて使ってみて、うわ、こんなにいいのかと、ね、こんなにいいのかと、新しく出た、えっ、ー、と、まあ、 ハイエンド機、プロ機能ちょっと下のね、ハイエンド機ってことは、この間出たばっかりの D4S はもっといいに違いないっていうふうに直感して買いました。まあ36回払いかなんか忘れましたけどね。うん、で、それ未だに使ってるんですけど、もうめちゃめちゃいいカメラで、撮影のフィーリングとかですね、あと上がってきた画像を見ても、もう全然まだまだ現役でいけるなっていうふうにね、しみじみ思います。ね。 えー、まあ何年か前にね、まあもちろん2年ぐらい、2年に1回とか、あの、メンテナンスっていうか何て言うんでしたっけ、オーバーホールか、に出したりとか、あとまあ50万回がね、40万回だったかな、えっ、ー、と、シャッターの耐久っていうふうに言われてるので、まあそのぐらいにね、えっ、ー、ったかなと思ったらニコンに持って行ってシャッター、ユニットをね、交換してもらったりしてるんですけど、えっ、ー、と、2年ぐらい前かな、持って行った時に、まあ、あの、調べればその、それまでのシャッターの回数ってすぐわかるんですけど、ニコンのね、 まあ今はなきあのニコンの銀座のプロ、えー、サービスの窓口でお客さんちょっとこれもう酷使しすぎですよと D4S そろそろ新しいのに行ったらどうですかっていうねもうすっごい底意地の悪そうな親父に言われたんですよ <laughs> まあ多分ニコンの社員だと思うんですけどアルバイトじゃないと思うんですけどねわかんないですけどうんですっげえカチンと来て、うん、だったら新しいカメラを安くね、あのー、提供しろやと。 いうふうに、ちょっとだけ思ったんですけど、まあもちろんそんなこと言いません。だってもうね、あの、ニコに逆らったら、プロサービスのね、あの、あの権利、剥奪されちゃったらもう生きていけないので、今さら、キャノンとかソニーにはね、死んでも行きたくないので、いや、わかんないですよ。キャノンとかソニーの人がね、小倉さん、あのー、ね、あの使っていただいて、ブログとかでどんどん宣伝していただけると、ね、ありがたいなって言って、意識ね、あのー、超広角、えっ、ー、と、 1424から、まあ、6 0 0百ミ8 0 0ミリ1 2 0 0リまでねドーンとあの佐川急便あたりで送ってきてくれればね、まあ、喜んで使いますけどいやわかんないもしかしたらそれ全部あのマッ,プマップカメラに売却してニコンのねレンズを全部あの マニュアルフォーカスのレンズも含めて、中古部も含めて揃えるかもしれないですけど、まあそれ置いといて、何の話でしたっけそう,そう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 。まあもちろんね、D5 とか D6、あ、D4S がいいって話ですよ。もちろん D5 とか D6 を使ったらね、高感度のノイズが激減してるとか、同じレンズでもピント合わせがね、より高速化してるとか、きっとあると思うんですけど、まあそれは比較してなんぼという話で、なんで僕イヤホンしてるんでしょうね。別に全くモニタリングしてないんですけど、まあいいや。 <laughs> あると思うのですが、それは比較してなんぼという話で、まあ、現場で必要な性能、画質ということをね、まあ、特に僕らみたいな撮影をやってるスクールのね、スクールフォトのカメラマンからすると、えー、もう永遠にね、死ぬまで、まあ、死ぬまでっていうかね、カメラマン続けてる限り、デイ s を使い続けてでも、 いいいいなっていう,ふうにもう心の底から思いますでもそれだとね、ニコンが儲からなくて潰れちゃうので、まあ、何年かにいっぺんね、新しいカメラ買わなきゃいけないなっていうことはすごく思うんですね。まあ、えー、あとはまあ、えーと、工業製品っていうのはどうしてもね、えー、経年劣化していくので、永遠に使うというのは不可能ですよね、残念ながら。 まあ余談なんですけど、僕は今ね、プジョーの、フランスのね、プジョーの308の初期型、えっと、2009年式に乗ってるんですけど、まあちなみにマニュアル車なんですけどね、えー、あまりにも乗り心地が良くて、運転するたびにね、運転席に座って、エンジンかけてね、もうこう、進むたびに、ああ、いい車だなーっていう風にね、一人ごとをつい言ってしまうんですね。あの別に誰かが乗ってるとかじゃないですよ。まあこれが親バカってやつなのかなーってしみじみ思うんですけど、 まあね、もう12年落ちで、そろそろね、走行距離も17万キロなんですよ。なので、まあこの間12月、去年の12月にね、車検通したばっかりなんですけど、まああと何年乗れるかなっていうふうにしみじみ思うわけですね。まあ本当言うとね、死ぬまでずっと乗り続けたいっていうふうに思うんですけども、まあよほどの金持ちじゃなければ、それは見果てぬ夢ですよね。まあレストアとかね、何百万もかけてね。まあある地で過ぎると車っていうのは工業製品なので、まあカメラもそうですけど、まあ 頻発してね修理ににも莫大なな金額がかかるようになるね程度のいい新しい超過中古車に乗り換えた方が良くなるっていうのはまあ当然のことでね。ただこれも余談の余談なんですけど、プジョーのね、308の現行車種って分かりますかねあの、フロントが全然こう個性的じゃなくて、もうなんかドイツ車の、まあ、もっと言っちゃうと、メルセデス・ベンツのアリューみたいな、あの、没個性のね、えー、あれ、あれ、308のね、 マニュアル車がね、左ハンドルしかないんですよ、なんと言っても。なんと言ってもというか、なんというか。えー、ありえなくないですかまあ、マニュアル車は今や、ヨーロッパでもそれだけ売れないのかなっていうふうにね。まあ、イギリスは日本と同じ左側通行だと思うんですけど、マニュアル車にね、右ハンドルの設定がないんでしょうか、一切。えー、どなたか調べてください。というかですね、まあ、プジョの英国のイギリスのね、サイトを見ればいいだけのことなんですけど、 すいません。まぁ、あ、ちょっと英語があんま得意じゃないんでね。まあ、車の話も嫌いじゃないのでいくらでもできるんですけど、え実はですね、同じフランスのルノ。 あの日産と連合組んでるね。ルノはね、マニュアル車の日本での展開。つまり、右ハンドル車ってことですね。右ハンドルのマニュアル車も積極的らしいですね。聞いた話によると、プジョーと違ってね。なので、フランス車には乗りたいと思うんですけども、どうしてもプジョーにこだわるつもりもないので、まあ、次はルノーか、まつ、次はルノーかなルノーもありかなっていうふうに思ってます。まあ、本当言っちゃうとですね、えー、本当言っちゃうと、まあ、シトロエンの DS4、DS4 のマニュアル車がいいんですけどね。 かかっこいいいじゃななですかなんかこう苦味走っててね、まあ、安いチュがあれば2年後にはな次の車検ね今の車が次の車,車検が来た時かもしくはもうね、えー、もう故障して動かなくなっちゃってもうどうしてもっていう時は、えー、1トンの DS4 ありかなっていうふうに思ってます。 えー、いつものようにですね、全くまとまりがないんですけど、まあ、この辺で閉じたいと思ってます。まあ、コメントでね、アドバイスをいただいたので、なるべく短めにね、えー、まとめたつもりだったんですけど、まだ長いですかね。まあ、しゃーないかな。すみません。では、えー、YouTuber の、お、お、んお、ぐ、お、おぐおでした。えっ、ー、とですね、このおぐおというのもやめて、本名でやれっていうですね、えー、ご忠告も頂戴したんですけれども、 なんかですね、本名だと今まひとつこう YouTuber になりきれない、ね、この YouTuber の架空の世界に入りきれない入り込めないので、まあ、もうしばらくはねこのオグオっていうのを使いたいなっていうふうに、えー、思っておりますオグオ、オグオ、そんなに言いづらくないですよねっていうか多分このオグオっていうのを口にする人は世界広しといえども僕以外にはあまりいないと思われます えー、見た目的あ、見た目的か。見た目的にはそれなりにインパクトがあるかなと思って、自分では結構気に入ってるんですけどね。おぐを、ダメ <laughs> まあいいや。ちょっとですね、今日いいことがいる、いくつか、いくつもあったので、えー、愉快になって、えっ、ー、と、あの、<laughs> うんと、youtube 久しぶりに、1ヶ月ぶりですかね。もっとですかね。まあ、もっとぶりって言い方は僕したくないんですよね。ぶりっていうのは、何ヶ月ぶりとかね。後ろに、あの、えっ、ー、と、期間の長さを表す言葉が来る、来るわけですよ。2年ぶりとか3ヶ月ぶりと。まあ、ああの、わかりやすく言うと、現在疾患量系、英語の現在完了系の、for、 し three y イヤーズとか for ten m i n ミニッツとかフォ r five hours とかねでえっ、ー、と最近あの言葉の誤用だと僕は思ってるのはあなんとかちゃん久しぶりだね久しぶり久しり久しぶりまあいいやえっ、ー、と昨日ぶりとかって言うじゃないですかそれはねまあもともと最近はもうねあの普通に新聞記者とかも使ってますけど本当はそれは 以来って言わなきゃいけないね。昨日以来だね。以来っていう言葉、硬いんですかね。まだ、センスですよね。あの、since last Monday とか、since, なんだえー、まあ、ラストしか思い浮かばないな。since tomorrow morning? まあ、わかんないけど、うーんあ、tomorrow morning ーーじゃダメじゃん。since yesterday afternoon とか、うん、よくわかんないけど、まあ、そんな感じで、だけど、ね、まあ、ブリが全部ブリになっちゃうんだったら、まあ、 いいかな <laughs> まあすいませんオちはあのいつもの通りないんですけどそんな感じであのちょっとですねえっ、ー、とだんだんあの乗ってきたのでうーんどんどんこの後、えー、動画を量産していきたいと思いますので、えー、よろしくお願いいたしますでは失礼します